はい、ここね、川登り、サービスエリアです。川登りサービスエリアですね。はい、長崎県です。初めて来ましたね。川登りサービスエリア、これガソリンスタンドもありますね。エネアスの川登りサービスエリアです。川登りサービスエリア、はい、結構広いですね。駐車場100台以上は置けると思います。川登りサービスエリア、あとね、エネオスもありますね。時計台みたいなあります。川登り、焼き物公園、焼き物公園もありますね。焼き物公園、はい、川登りサービスエリアです。あとお土産屋とか休憩所もあります。はい、あと佐世保バーガーありますね。佐世保バーガー、はい、カレー屋とかトイレもあります。こんな感じです。川登りサービスエリア紹介しました。こんな感じですね。とても広いと思いますね。はい、川登りサービスエリアです。